では、次、第2ステップいきたいと思います。まあ、ある程度スタンディング止まった状態でちょっとでも飛べるようになったなと思った次のステップ、まあ、やり方は止まってるのと一緒で、走っても降り、その止まった状態でやる降りとほぼ一緒です。注意してもらいたい点は、走った時に前に飛ぼうとしないこと。こう走ってきて、こっちからビューってきて降りします。こっちに飛ぼう。ここはスタンディングでやったのと一緒で、飛んでも上に飛ぶように。あとはもうテール弾くタイミングも一緒だし、目線がちょっと前を向いて走るんで変わるぐらいで、最初にこうやるといいよっていう練習法を何個かやっていきたいと思います。では、まずは何もない平らなところを降りします。第1ステップ、走ってと。前に飛ぼうとすると今みたいになります。タイミング合わないと今みたいに飛べません。体を残しちゃうと今みたいに板だけ先に、体が置いてかれて板だけ先に飛んでっちゃいます。移動してんだけど体は板の上で飛ぶ。進んでるから前に飛ぼうとしちゃうけど、そうじゃなくて板の真上にいる。ずっと練習します。これだったら時間かかることもないんで安心して練習できます。さっきの何もないところでやったのとやり方は全く一緒です。なんで、まあ、線があるからって体を越えようとして体が前に行っちゃったりしないように意識して、まあ、普通の降りを心がけて、最終的にこうペットボトルとかを置いて飛んでみましょう。でペットボトルだったら踏んづけようが何しようが安全なんで、まあそのこれ以外にもいろいろと安全なものあるけど、石とかブロックとかよりは多分転がってくれると安全だと思うんで、最初ペットボトルとかヤクルトカップとかいいと思うんで、はい、って感じでペットボトルとかだったら危なくないんで、いい練習になるし、うまく潰れたらゴミのあれにもなるので、行きましょう。
まあ、あんな風に、ペットボトル飛んだり、まあ、ライン飛んだり、まあ、何もないところ飛んだり、あとね、ちょっとここにスポットがないんだけど、ちょっとした段差、歩道に登るような、ああいうところが結構基礎の練習になるんで、まあ、なんかいいところを見つけて、そういうところで練習するといいかなと思います。で、これが飛べるようになってくると、今度ちゃんとしたもの飛び、高く飛ぶやり方が覚えてくるので、で、この今のが飛べるようになってきたら、徐々に足首も使えるようになってきてるので、まあ、この次のステップのちょっと高いものを飛ぶって時に生きてくるんで、まあ、まずちょっとしたものを飛んだり乗ったり越えたりするのをたくさん練習しましょう。はい、今日はここ。